リップサイムです。よろしくお願いします。本日もメンバー揃ってお送りするんですが、ゲストにサツくんです。よろしくお願いします。どうもです。サツと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今ヒップホップシーンで、はい、最も求められているトラックメーカーと言って過言ではございません。すごい。すごい活躍中 の、 あのトラックメーカー、スターツくんですけども、もう昨年ですね、フジテレビで放送されてた大豆田とわ子と、はい、元3人のと、はい、ものすごいドラマ面白かったですけど、はい、楽曲がそのスターツくんのトラックによってプロデュースされてるんだけど、はい、マスターカコさんが、主演のマスターカコさんが歌って、でもう日替わりでラッパーが変わってる、うん、その中にはあのキッド・フジミ君もいるし、ビームもいるし、はい、もう第一からベネちゃん、ティーバブロさん、ベネちゃん、ティーバブロ、とんでもないあのヒップホップのこういうイベントがあのその 日替わり、なんか週替わりでやっていく、しかもそのシュートがそのあのサーデン主要キャストのお三方がね、ラップをあのリップシンクするっていう、とんでもない、リップシンクとかじゃない、ちゃんと演じてるんですけど、ちゃんとあの、その俳優さんがラップしてる、そうラップしてるっていう、ね、とんでもない画期的なあのオープニングで、それで賞もいただいてたんですよ。すごい大活躍ですね。ありがとうございます。いや、本当に光栄な機会です。そんなスタッフも来てくれたんですね。来てくれたわけ。いや、本当に光栄ですよ。と呼んでいただけて。いやいや、マジで本当にありがたいことですけど、はい、僕もあのありがとうございます。乾杯。乾杯。乾杯。とりあえずこのまま龍二君のペースでやる。ごめんなさい。恒例の乾杯。乾杯です。お願いします。お願いします。今このちょうどビール、まあね、昼からのお酒気持ちいい時期ですけども、はい、はい、あの今日は自転車で登場したって、すいません、はい、爽やかと思いました。いやいやいや、なかなか爽やかな感じの登場でしたけど、そうだ、今はときめくスターズです。あ、どうもよろしくお願いします。この間なんかのイベントでなんか一緒だったんですか。そう、ポップイヤーズっていうね、あの幕張でやってるイベントで、あのまあ僕とあのビム君とね、スタッツ君のお手に参加してる曲があるんだけど、はい、マジックがありまして、ましてそちらをそう、はい、パフォーマンスさせてもらいに、ありがとうございます。幕張に行かせていただいて、ありがとうございます。あのさ、もうもちろんスタッツ君のステージパフォーマンス圧巻だったんだけど、はい、あんな幕張フェスみたいな大きい会場で、はい、頭からケツまで全部ヒップホップっていう演者がヒップホップなんて、あんなことなかったと思う。いやでもそれは驚きで、あ、やっぱそれはなんかその、その陽次さんの世代からしてもそういう風に見える。だって俺たちでもそんなの見た、例えば三品キャンプとか昔で言えばね、はい、あったりとか、あとなんだろう、いや、なかなかのぐらいでかいヒップホップのフェスって他に逆に思い当たらない、うん、まあ時代 LB 祭りとか、あ、それはやっぱり LB の方たちがやってる祭りだから、でもそれより全然キャンサピンより日比谷野音より全然大規模なフェス、むちゃくちゃ若者盛り上がってて、うん、スタッフも含め来てるオーディエンスも含め演者も含め俺が一番おじさんだった、うん、いやいや、それは、まあ、しょうがない、絶対そうだよ、ね、本当に一番ありがとうございます。ありがとうございます。そんなことないでしょ。え、そんなことない、でも本当にそんなことあるよ。うん、だどのスタッフ見ても俺より年上って感じの人いなかった。あ、でもってことはそのマジカワーって曲はスタッツ君の曲で、スタッツ君がビム君と両親、はい、そう、はい、おじさんを選んでもらえたっていうもらえたのよ、もうだから捨てたもんじゃないぞ、捨てたもんじゃないんだ。ね、ありがとうございます。ヒップホップトラックメーカー、俺もこの間あのクリエイティブドラッグストアの、うん、イベント DJ で、はい、うわ、俺が一番おじさんかもしれない。ずっとビップでこうやって待ってたよ。怖くて。お茶飲んで待つ。おせんべい食べながら。なんかその龍二君が出てるその映像が結構さ SNS で上がっててさ、うんうんうん、ね、なんかすごいと、なんかお客さんが満員で、すごいね。すごかった。龍二君ノリノリだなと思って。盛り上がりの。いや、でも俺めっちゃ緊張したよ。緊張してんのあれで、あの感じ？緊張してなさそうだよ、なんかほら。
花道みたいなもんなんか、うん、率先して出ててる感じ。違うのあれだって決まってんの、あのタイミングで行こうって言ってる。ああ、そのぐらいの勢いです。もうそういうのでもうビームと話して、そのタイミングぐらいで行こう。だなぜならビームはイヤモニしてんだけどさ、はい、俺してないからさ、確かに花道うまい具合に出ないと。で、先端にはあの転がしが、うん、はいはい、ね、うまくいかないともう全く打たれてないじゃん。そうそう、そんなノリでやりましたけど、ね、非常に楽しい。いや、本当に感慨深いポケで、ね、感慨深いポケだね。しかもその場で、やっぱもう本当結構自分が一番最初にヒップホップ聴くきっかけにもなったリップスライムさんのやつ、リップさんとずっとご一緒させてもらってるっていうのが、いやいや、なんかもう何回も感慨深くて、いや、まあ、やってる時に祈りって、これこんなね、うん、あの本当のおとなしそうな高専年ですけど、うん、もう FBC 叩き出したから髪振り出したりすごい圧巻のパフォーマンスさせてくれ、そんなビング、あ、ビングじゃねえ、スタッフとあのどのぐらいの感じでやりましたっけね、あの結構前ですよね、はい、結構前に一回知人を返して、うん、飲んで、あ、そうですね、そうです、飲んだことある、飲んだんですよね、3年前ぐらいとか、3年ぐらい前かな、はい、そう、うん、初めて、そう、はい、で飲むんで、で、フミヤがね、あ、フミヤとスタッツ君で飲んだら楽しいよその知人を返してそういう会になったんだけど、フミヤが一人では嫌っていうことで一人では怖い、そんなこと言ってない、ヨウジ君もどうっていう、そうそう、そで結局俺も誘ってもらったの、したら俺は俺でその日の昼に偶然スタッツ君との打ち合わせが入ってて、そう、はい、そうで、リム、スタッツ、俺でそのマジックアワーの、はい、第1回の打ち合わせがあったから、はい、で今夜もよろしくねって、あのフミヤからさ、俺も誘ってもらってるからさって言って、で、あの飲み会がセッティングされて、うん、そこで結構いろいろね、そうですね、いろいろもらってもらったり、はい、感じでしたよね、はい、で、俺その後にもう一回確かそうですね、はい、下北とかでそう、みんなですね、はい、そうそう、まみこちゃんとか、うん、だアーシーですね、アーシー君とか、はい、そうだよね、まみこちゃんたちね、この間まみこちゃんたち、うん、チェリーメイク出てもらったけど、はい、もう曲やってますもんね、あ、そうです、まみこちゃんと、はい、うん、やらせてもらいます、ね、サマーシチュエーションとか、あれが気持ちいいわけよ、ほんでもってさ、今よく俺らが行くようなバーなんかでも普通に日本語そういうなんそんなもちろんスタッツ君もそうだし、リムやそれこそマミコちゃんたちとか普通にかかってるから、うん、ヒップホップ流行ってんだなってすごい、いや、うん、すごい、いい流行り方じゃないですか、だからこ う, う、ね、ちゃんと、うん、ね、なんかいわゆる純度が薄まらずに、あ、うん、高純度で守られたヒップホップが普通にみんな聴いてるっていう、そういう状況にやっぱ結構自分がヒップホップ聴き始めた時とかはちょうど、あ、まあ、あのまだ結構2000年代前半とかは、うん、なんか結構いろんなラッパーさんとかが出てたようなイメージなんですけど、うん、結構中盤後半とかって結構本当にヒップホップ流行ってなかった気がして、なんか分かる、はい、俺とあの特に自分の周りとかでは本当に聴いてる人いなかったので、うん、僕らの一つ下の世代のラッパーたちがすごく大変そうだっていうイメージが、はい、あのそれこそサーブ、サイプレスのラッパーさん、はい、あの、ショックの世代とかね、あの辺の人たちは本当にバーってヒップホップバブルで結局韓国でとかリプサイメンとか出てて普通にメジャーで契約して、ヨーザースカイウォーカーだけど穴に出してさ、ガグルだっていう感じでそういうのあったりとか、ちょっと下の世代たちがなんか本当に苦労したなみたいな、で今また違う角度で花開いてるなっていうシーンを牽引している感じがしますけど、スタッツ、いやいやいや、自分の本当にラップの始めたきっかけは何なんですか、うん、最初はラップやろうって思って、ラッパーの方で行こうと思って、ラッパーの方で行こうと思って、それが中2中3ぐらいの時 で、本当ヒップホップ、あの一番最初にヒップホップ触れたのはあのなんかあのケミストリーさんのファーストに入ってた、そのダゴさんの曲なんですけど、ダゴさんのデザインされた曲があって、でそれでなんかウォーってなってた時にあの、そのリップスライムさんとかキクダカンクルさんが、うん、あの普通に、流行ってて、それですごい聴いて、結構中1の最初の中1の半年間ぐらいはもう本当そのリップスライムさんとキクダカンクルさんしか聴いてない時期があって、その時リップスライムさんの発売されてる CD もう、全部買って全部聴いて、それしか聴いてなかったみたいな。じゃあラッパーになろうと思って始めてたのに、はい、途中からトラップメーカーだった。あ、そうですね、そうです、ラップするためのオケを作るっていうわけじゃなく、あ、そうです、そういう感じです、それで、まあなんかもうヒップホップハマって
でそれでなんかラップしてみようみたいになって、でそれでラップするってなったらでもビート必要だなって思って、で周りにラップやってる人もいなかったので、うん、なんかそのインスタに乗っけてラップするって発想がなくて、うん、なんかラップやるんだったらビートも作んなきゃって思っちゃって、でそれでそれ世には出てるやつあるんですか、スタッツくんがラップして世の中に出てる曲って。あのその当時のやつはないんですけど、最近なんかたまにエキスパートしてもらったりとかしてるのが出てたりはするんですけど、あるんだね、はい、じゃあもういよいよフミヤも、もうなんだね、そうだね、俺はいいってやりたくないんです、フミヤフューチャリングスタッツ2人ともラップするんですか、ラップ2人のラップフミヤフミヤでラップしたいと思ったことはない、あラップしたいと思ったこと、まあなんかはないですけど、あるんだ、あ、あるけどやっぱちょっといや無理だな。いやそうすごくわかります、僕もそういう声してんだけどな。いやでだからその2人に涼二君がなんかラップ書いてくれたらやるよっつって、はいはいはい、書いてもらったんですけど、はい、なんかねふざけられなんかバカにされてるようななんか、ね、なんか湘南、俺は湘南育ちだみたいななんか感じで来るからなんかこれいじられてんだよな無責任だね、そうそうそう俺ね、人のラップ書いてるって本当だしいよ本当だしあすごい春風さん、そうね、でもスタッツもラップ書くってことですよね、あ、そうですね、そのはい、自分でやった時はちょっと2人そうですよ、フミヤのラップを書いてフミヤがスタッツラップか、トラックもトラックも1曲はフミヤで1曲はスタッツ、で2曲、いやそんな怖いな、わけわかんない出しましょういやでもやっぱなんかラッパーさんなんかやっぱなんでしょう、ラッパーさんのかっこよさってなんかやっぱ真似できないかっこよさっていうのはすごいあって、なんかただ音楽だけじゃなくてやっぱ結構まあファッションだったりとかパフォーマンスだったりとかもそのなんだろう、そのそこにいる感じとかやっぱ全部含めてなんかラッパーさんのかっこよさがある感じするんで、なんかそういう感じはできないなとは。MPC のそのなんかやってる時のパフォーマンスがねまたあるんだったらラップも全然いけるってこと。いやこれ叩きながらラップ相当難しいよね。どうどう MPC 叩きながらラップするどう思う。あ MPC 叩きながらだからできないからさ、そもそもラップがそうそうだってリップのラップだって今まで何言ってるか分かんないえスタッツくんが書いてたラップってどんな内容なんですか、最初その中学校一番もう中学校の時はでもなんか一番最初に書いてたのは、うん、多分やっぱもうその時結構90年代のヒップホップすごい聴いてたので、うん、なんかあの多分それででもキングキングギドラさんとか聴いてて、うん、なんかその全然ハードコア、あなんかその社会批判みたいな、全然その何も知らない社会のこと何も知らない中学生が、なんかそんなこと、いや中学生の時からそうしてるね。あなんかそういう、スタッツくんの曲って結構ポップじゃないですか。もうね、はい、なんかキャッチーな感じ。で、はい、最初のスタートはそういうちょっとハードコアなやつも、そうですよね。なんか一番最初の書いた曲のタイトルがその4文字熟語のタイトルだったすごいその時の90年代の日本語ラップにすごい影響を受けたんだろうなっていう、ね、流れはそういう四字熟語とかね、はい、洋楽はどうですか。洋楽はあでもあそれで本当